はい、ということで8月16日収録のフライングティーポットの時間でございます。お相手は、毎回顔出し動画の素材悩んでる、吉本ミュージック編集担当です。そしてエディ・ヴァンヘイレンがアラン・ホールズワース好きと言って、アラン・ホールズワース聞いたらレベル違いすぎて引きがちってことです。そうですね、今回もやるニュースで出てくるんで、はいはい、どうですかアラン・ホールズワース、やっぱり最初聞いた時にやっぱなんだこいつだってなるってみんなありますかね、体験として。あ、俺でもそんななかったんだよね、あの先聞いちゃってたから、いろいろマグラフニーとかとか、はいはい、だから意外となんかあこういう感じかみたいな、なんかそれよりもなんか異常なぐらいタッチ、そのだからピッキングがソフトなことに強烈にそのなんていうのインパクト受けたっていうか、なんてソフトな演奏なんだって、うんうん、だから彼がサックスの音をそのギターで出そうとしたのもそこにあるんだろうけど、あ管楽器的なそのアタックで出したいんだよみたいな、おそらくギターの音ニュアンスとして、やっぱそういうことなのかなって今そこで落ち着いてる。ああ、まあ俺もパコとかさ、それこそマグラフも先聞いてるから、うん、技術的にはさ、うん、まあ、確かに変なことやってるなと思ったけど、うん、あんま分かんなかったよね、上手いかどうかって俺はね、うん、難しすぎて分かんないよね、うん、あの音っていうのもあるし、でなんかスラッと弾いてるじゃん、なんかそうなんだよ、簡単に弾いてんだよ、だから分かんないっていう、そうなんかそあれこそやってみて、アルディメオラみたいになんか難しいことやってる時にちゃんと顔をこう難しくしてくれる、うん、あここ難しいんだって分かるから拍手しやすいんだけど、うん、そこがないからその普通の顔されちゃうから、うんうん、音拾った時に初めてえどうやって弾いてんのってなるっていう、うん、どっからみんなアラン・ホールズワース聞いたかっていうの知りたいですけど、どっからっていうのはなんかどのタイミングで聞いたとか、そうそうソフトマシーンで聞いたとかさ、あそれこそソロとかさ、どこを経由していったかっていう、 UK なのかとか、そう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 、なんかいろいろあると思うんですけど、うん、正直 UK だったら大したことないって思っちゃうもんね多分、あとかね、そうそう、分かんないじゃん、だから不思議だなって感じですけど、ね、でもなんか何なんだろう、世界観が本当にあの人の世界観なんだよ、歌謡、うんうん、のギターっぽいのよね、俺はそう感じんで、なんか説明できないけど、うん、UK とかも結構さ、うん、なんか歌謡っぽくない、意外と、ああ曲調がとか、うん、でもアラン・ホールズワースのソロはそんなに歌謡っぽくないけどな、あのセクシーっぽいギターって、それはやっぱり時代だと思うよ、80年代あ時代ってだけかな、まあなんかそこが結構俺はムード歌謡というか、そうそう、だからなんか日本人は意外と好きなのかなっていう思ったりもしますけどね、コード進行とか指運びがとにかくできないんだよ、あんなスピードで、しかもさ、じゃあゆっくりでやろうって言ってもできないことがあったりとかして、うん、これ指届かないじゃんみたいな、うん、なんかザラにあるからストレッチが効きすぎてるという指の、うん、でかいってのもあると思うけど、ザ・ホリデーズです。ホリデーズのファーストシングル明日にさよなら、 Spotify で好評配信中、 Listen to Spotify。 行きますか、はい、行きましょう、おなじみのアマスから、うん、ザッパーネタということで、はい、エディ・ヴァン・ヘイレンが僕には絶対に弾けないと降参したフランク・ザッパの楽曲は、シャートで言いますか、え当ててみようかな、そして息子ドゥイジール語るってことで、うん、先にじゃあ当ててみますか、あ、はい、なんだろう、じゃあ何でしょう、ちょっとヒント欲しい、俺どうせ分かんないから、ちょっとヒント欲しいよ、有名な曲だよ、あ、まあそうだ、あの俺でも名前は知ってた、だけど曲もパッと思い出せないけど、あ、そう、ちょっと聞いてていい、俺何聞いて、何の曲か、あ、いいよ、ちょっと、はい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 、分かりました、アルバムも有名だし、マリオシも当然知ってる、あの動画で紹介したこともあると思う、名前を出すだけだけど、名前だけ、なんだろう、アルバムが分かるちょっと分かるけど、ね、ね、どっちで知りたい、アルバムのヒントか曲の長さ、どっちがいい、あ、曲の長さでしょ、もし、曲の長さ2分以下です、ちょっと聞こえちゃったんだよな、あ、そう、うん、これ開放型ヘッドホンだから、うん、漏れちゃったかも、じゃああの曲か、じゃあいいですか、じゃあちょっと多分セントボンゾーブレックファーストじゃないのかな、違うかな、セント？なんかセントボンゾブレックファーストだったけど違うかな、はい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 、ファイナルアンサー、うん、正解です、あ、ね、セントアルフォン、あ、アルフォンスか、うん、アルフォンゾズブレックファースト、パンケーキブレックファースト、はい、上がったな、じゃあちょっと記事読んでいいですか、はい、エディ・ヴァン・ヘイレンがどうやって弾いてるのか理解できない、うん、僕には絶対に弾けないと降参したフランク・ザッパの楽曲はということで、インタビューの中で、これですね、100FM ザ・パイクの新しいインタビューの中で話していますと。
エディはザッパファミリーと、まあ、親交があったと、うん、いうことで、その中で、バーヘイレンとは僕が12歳の時に初めて、レコーディングをした時に一緒に仕事をしたんだけど、何年もの間彼とはずっと友達だったと。で2010年に彼が僕のライブに来てくれて、うん、僕が今度のツアーでも演奏する、ザッパの、セイント・アルフォンゾズ・パンケーキ・ブレックファースト、うん、アルバム・アポストロフィー収録を演奏したんだと、うん、でライブの後彼が近づいてきて、あのパンケーキソングは何、どう弾いてるのと言われたと。僕は彼に見せるために、この曲の本当に難しいパートを弾かなければならなかった、うん、彼はどうやって弾いてるのか理解できない、僕には絶対に弾けないと言っていたと、いうことらしいですね。あの瞬間、完全に役割が逆転したんだ、12歳の僕はユーロプションを弾くんだ、ミーンストリートを弾くんだと言っていたと。おー、なるほどね、うん、そんなの絶対に弾けないと思いながらね、だからあの瞬間僕は完全に奇妙な体験をしたんだ、ジェダイのマインドトリックか何かのようだった、とても不思議だったよと語っているということですね、はい、まあ、確かにこれはかなり難しいというか、うん、急になんかラテンっぽくなるとかあったじゃん。ああそうなんだ。あでも違うかあれ、うん、なんかメドレーでため入ってたやつよな、急にボーンってロード入れたりとか、変な曲だよね、とにかくセンドンパーザーって、でもこれその場合違うのかな、うん、あの俺そのセントボンズ最初聞いた時って多分、うん、78年のあのジョーのガレージの時のライブのやつで初めて聞いたっていうか、なんか意識してるようになって、うん、アポストリフは普通に聞いてたんだけど、うん、まあ、別になんか曲としては覚えてなくて普通に、うん、タタタラララタタタラララタララみたいな聞いて初めてすごい曲あんなと思ったのに、うん、まさかこのアポストリフに入ってるこの曲だと知らなくて、78年でやってたからね、うん、まあ確かにこの曲すごいからなって、うんうん、なんかこの時ぐらいの曲ってなんか難解なんだよね確か、うん、楽譜大変だったろう、ね、あ書いてるはずだ、ね、なんか指運びは難しくなさそうだね、あの多分あの規則があるから覚えちゃう簡単だと思うんだけど、うん、そのルイジールがギターでカバーしたっていうのはどこの部分なんだなっていう、多分さ、うん、あのさ書かれてないね、多分だけど、うん、ギター別にそんな出る曲じゃないから、うん、多分マリンバのとこギターでやってたんじゃないかなって俺は勝手な予想を引っ越して、いやなんかギターのパターンあんだよ、あ、そうなの、うん、早弾きの、あ、そうなの、テケ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 みたいな、ずっとあ真ん中のとこなんかユニゾンみたいになってるとこか、うん、なんか30秒40秒ぐらいのとこからあるんだよ、テレルル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 ルみたいな、あれだ、あるわ、ユニゾン、そこをユニゾンしてんのか、うん、はいはいはい、なんかすごいクリーンなギターで弾いてる、歪んでない、そうそう、なんかのやつで見たんだよね、ルイジリがその、うん、もう金パートギターで覚えなきゃいけないなって思ったっていう話で、うん、多分その辺の曲なんだろうなって、うんうん、やっぱこういうギタリストに憧れると絶対にさ、やっぱ歪む方向に行かないよね、うん、ザッパみたいなタイプは、そうね、うん、マフィンマンとかは歪むけど、うん、やっぱね、まあ今別に歪んだってその難しいそのパッセージみたいなのはないからさ、まあね、歪んでも関係ないから、うん、面白いよね。デレレレデレレレデ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 レ超シンプル。やっぱ面白いなと思ったね、この話聞いて。なんか、うん、ザッパーのその持ってるそのなんていうの、あの音の感じっていうのはさ、たださあの、うん、書いてるそうなんだよ。ね、早弾きのあれメロディーを適当に書いてるわけじゃなくて、ちゃんと規則性があって、うんうんうん、そのなんかぶっ飛び方が面白いんで、ね。そう。でこれが、うん、その俺がその多分ザッパーにハマった理由なんだよね。その今までのさ、俺聞いたロックってさ、うん、なんか。その中にしかないんだよね、メロディーが、うん、なんかジェンツクジェーナッツクデーレレジェンツクデーレレみたいな、で同じリフなんだけど、うん、なんかザッパがダンスクデーレレトゥルントゥンケントゥンデルントゥレトゥントゥンデーレレみたいなのがなんか入ってんだよね、うん、だからえみたいになるわけよ、うん、なんだそれみたいな、うん、音楽理論的に言うとその曲の中にあるそのコード進行とか、まあ、ダイアトニックとか、うん、あとそのメロディーラインノートにないやつを入れちゃうんだよ、ね、そうだけどちゃんと成立するっていうさ、そうそうそう、ちゃんと、ね、だからえってなるって聞いて、なんかずれるんだよね、そうそうそう、だからそこがなんか気持ちいいというか、うん、まあ、あんまタトゥーとしてはよくないけど、うん、その落ち着きがないっていうのが俺と合ってたっていうそうだね、これ落ち着きない音楽だよ、うん、そうそう、だからザッパの音楽って基本的に落ち着きがなくなるようにできてるから、うん、崩すというか、モーツァルト的なのもあるよね、あるね、うん、で多分そういうとこはあっちなんだろうなっていうのは、あのシェーンベルグじゃなくて火の鳥、そうストラヴィンスキーみたいな、うん、とこなのかなっていう、うん、なるほどね、まあ、このなんかのとかのピアノのやつとかも聞いたけどやっぱ落ち着きねえもんな、うん、ピン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 みたいなやつ、うん、そういうのもやっぱ感じる、あとそのテンポとまた全然違う
あれ倍速なのか分かんないけどさ、とにかく急にテンポバーって変わるやつがある、うんうん、あれは完全混乱なんかろうのそれで、ね、そうね、ザッポのギターって基本そうだよね、そあれ違うよ、やっぱストラヴィンスキーより圧倒的混乱なんかろうで、あれはそう意外とね、うん、ソロ聴くとよく分かる、70年の77年ぐらいの、うん、それこそボゼオがいる、うん、あのバゼバゼよねとか、あと、うん、エイデンブリューいる頃のあの、うん、コロナやっぱ聞くと思うね。なんか、ベーン、テルン、デルン、ベーン、ベーン、テル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 ン、ジョン・コルトレーンもそれやってたし、うん、マクラフリンもそういうのやるし、そう、70年代後半は結構そういうギター弾くんだよね。あれは時代の流れなのかね、ああいうのも含めて。まあ、ザッパの流れというか、まあ、ザッパ的にはそうなんだな。いやいや、他の人もそういうのやるじゃん。はぁ、だから曲のテンポゆっくりなんだけど、アイルベキを入れるっていうのは、その中に。あー。急に速くなるっていうさ。ブルースなのかね、わかんないけど。いやー、あれクラシックとか、それ現代音楽のね。それでもどっちかといえばね。うん。チャーリー・パーカーみたいな。そう。なんか70年代前半ぐらいだから。うん、あのまあジョージ・デュークとかいた頃は、うん、なんか割とウェーンハーンハーンハーンみたいな、うん、ああいうのやるんだけど急になくなるんだよね、こうなると、はいはいはい、なんかもうそういうなんつうトーンペダルみたいなの使わなくなっちゃって、うん、ワウみたいなやつ、うん、普通にペーンフレ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 ーン飛び道具一切なしで、うん、そうみたいな、うん、レレレみたいなディリリリみたいなさ、うん、入ってくるんだよ、なんかあれ急に、あれなかったんだよね、あんまり、うん、なんかコアな話になっちゃったけど、はいはい、だから結構そこ面白いの、面白い。じゃあちょっと次の話いきましょう、いきたいと思います。でも結構 AD とね、そのドゥイジルっていうかザッパ系が関係あるっていうのがあんまり公になってないから、うん、うん、なんかこういうのが残るっていうのはいいなと思いますけど、うんうん、この辺掘っても面白いよ、ね、うん、面白い、はい、か氷があったっていうね、はい、はい、ということで次いきます。これもアマスですね、出ました。エイドリアン・ブリューフランク・ザッパとの共演は、学校だったと。はい、ボーイは僕に翼を伸ばして飛び出すことを常に後押ししてくれたと。デイビッド・ボーイですね。そうですね。はい。ということで、エイドリアン・ブリューは、アメリカの、はい、ギターワールドの最近のインタビューの中で、はい、フランク・ザッパとの共演は人生のレッスンだった、学校だったと振り返り、ザッパを卒業した直後のデイビッド・ボーイとの共演では、うん、僕に翼を伸ばして飛び立つことを常に後押ししてくれたと振り返っていますと。はい。で、僕にとってフランクの仕事は人生のレッスンだった。どうすれば音楽業界でやっていけるか、うん、どうすればプロのツアーミュージシャンになれるか、どうすれば世界中を旅できるのかなどね、自分のビジネスをどのように運営するかということだったと。音符やサウンドとはあまり関係ないこと、うん、多くのことを学んだよと。で、まあいろいろバーって書いてあるんですけど、うん、ザッパ卒業した後でデビッド・ボーイとすぐに仕事をするようになり、ボーイの79年のロジャーに貢献しましたと、うん、ザッパとの仕事はボーイとの仕事への準備になりましたかと尋ねられたブリューはこう話していますと、うん、デビッド・ボーイはギターで暴れてくれる人を求めていたと。それが彼が必要としていたことで、フランクは僕にそれを求めなかった。彼は僕がたくさん歌い自分のパートを演奏することを求めていたと、まあ、そういう話で、まあ、話大体まあそんな感じで終わってるんですけど、うん、エイドリアン・ブリューっていうまあスーパーギタリストが成長する流れの中で、このフランク・ザッパとデイビッド・ボーイってそのでかい存在がまあ確かにいるっていうね、関係性がなんとも面白いなっていう、うん、まあ後にねトーキング・ヘッズとかキング・クレムゾンとかにありますけど、うん、でしかもザッパ文化っていう言葉があるぐらい、やっぱりフランク・ザッパっていう、うん、そのバンドにいるっていうのはもうある種その学校にいるようなもんだっていう、うんうん、その表現もいいなと思って、はいはい、あとそのザッパ文化の中でも、うん、マジでザッパ発掘しなかったら一番消えてる人なのかっていう、本当に世の中出てなかったのかなっていう、これ最たる人なんじゃないかなと思うんだよね、うん、なんかスティーブ・ワイとかボズヨとかもいるけど、うん、別に活躍できたと思うね、仮歌とかも、うん、まあ、ジョージ・デュークとか、うん、別にザッパなくても、うん、元々のレベルが高いからというか、うん、認知があったから割とすんなりいったんじゃないかなっていうふうに俺は思うんだけど、うん、まあ、こんなあのもしもの話だからあれなんだけど、うん、そん中でもう特にエイドリアン・ブリューは拾われなかったら本当に埋もれてたのかなっていうところはあるのかなって。あと事実として、まあ、他のインタビューで、まあ、読んだか見たんだけど、うん、あのエイドリアン・ブリュー自身自信がなかったっていうふうによく言ってて、うんうん、でどういうことかって、やっぱりその自分のやりたい音楽性っていうのが、うん、あのちゃんとある一方を、これで売っていけるの無理だろうみたいな、うんうん、っていうこのなんていうの固定観念みたいなのがあって、それをちょっとこう取っ払ってくれたというか、うん、
でもまあフランク・ザッパもそうだし、デビッド・ボーイでの活動でちょっとこの、あ、俺いけんじゃねえのってなってきたっていう、うん、やっぱそこの自信を与えてくれたっていうのは一番でかいと思うし、そうね、なんかそれはもうもしも関係なく、うん、どちらにしてもマリオ氏言う通り、あの、その2人の存在いなかったら絶対に出てこなかったと思う。そうね、キングクリムゾンで活動はしてなかったと思う。まあそうです、実際そうだと思うし、うん、テリー・ボズヨがそのブルーについて語るっていうインタビューだと、やっぱりザッパ門下っていうかザッパバンドにいた時は別に興味なかったっすだからね、ボズヨ、エイドン・ブルーとあんまつるむことなかったって言ってて、あのトミー・マーズとか元々ジャズやってた人とかとはつるんでたけど、うん、エイドン・ブルーに関しては全然、あ、終わった後遊んだりとかピンときてなくて、うん、そんなにつるんでなかったらしくて、うん、だからびっくりしたみたいな、うん、こんなになってくるかって見てみたいな感じだったから、本当にそういう自信がなかったんだろうなっていう、うん、だからだんだんねこう自信ついてきたっていうところなのかなっていう、うん、確かに映像を見てるとね、まだこう解放してない感はある感じはあるじゃん、ザッパバンドの時ね、そう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 、うん、だそこはなんか自信つけさせてくれたのかっていうか、うん、結構ザッパはやっぱ可愛がってたのかなとは思うんだよね、うん、見ると、うん、なんか結構そのエイデン・ビルってそのギターはそれ上手い人なんだけど、うん、それ以外の部分でのなんかパフォーマンスというか変なことやるみたいのが初期マーザーズとかの人たちに似てんのかなと、うん、なんかその小ネタがおもろいみたいな、うん、引き出しがいっぱいあるみたいな感じというか、なんか大道芸人っぽいって感じなのかな、どっちかというと、うんうんうん、うん、なんかそういうコメディができる感じの人っていうところ、エンターテイナーだよね、うん、っていうか、あとまあ即興性をすごい自分の中での即興性みたいのを結構追求してるっていう、うんうん、だからそういうところはザッパにも、まあザッパも、ね、予定調和で面白くなくなっちゃうのって好きじゃないから、うん、そういう部分では結構シンパシーがあったかもしれないかなって感じかな、うん、あとね、あのザッパにクソうまいな、うん、お前って言われたって、うん、言われるぐらいの人だから、うん、それは相当だよね、うん、まあ、あんまりいないから ね、 ねえ確かに、まあ、まあもちろんスティーブ・アイとかもうまいけど、うん、エイドリアン・ムリューのうまさってなんかなんつったらいいかな、ロックでいうギターの上手いって言われるようなものとして求められる早弾きだとか、うん、あとこの演奏法、奏法っていうの、うん、とはまた違う奏法を極めてて、うん、そこら辺も面白いなっていうか、あ、アコギでやるような奏法っていうか、うん、なんかそうなんだよね、うん、なんかギター弾いてんだけどギター弾いてるように見えないみたいな、うん、変な感じだけど、うん、ところはあるなとは思う。そう、あとなんか正確なピッキングとかも、うん、3オブパーフェクトペアとかアコギでカバー、うん、あ、カバーじゃないや、本人やってるけど一人で、うん、あれとかもかなり正確なピッキングだよね。ああ、なるほどね、うん、あれはちょっと特殊っていうか、まあ、キーもなんだよね、すごいね、だから多分単純に、そう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 。でもあれロックで やるようなフレーズじゃないから、あれはもうアコギの人っていうか、うん、でもかといってカントリーとも違うし、だからアルディメオラ系なんだけどさ、うん、特殊だよなと思って。そうね、うん、あの後に入ってくるのがマイク・ケネリーっていう、うん、ギタリストいるけど、ザッパバンド、なんかその人に近いとこあるからね、なんかマイケルも結構器用系の人だから、なんかそういうタイプだなと思う、うん、なんかアコギ一本でインカローズ一人でやっちゃうみたいなさ、すげえ、なんか映像とかある、そういう人なんだけど、面白い、まあ、一番なんかザッパバンド結構いる期間短くて、うん、ほんと最初期にいた人だけど、うん、あ、最初期じゃ最後の方にいた人だけど、うん、後期ね、そうそうそう、うん、あのビッグバンドの時の88年、うん、ここにいた人だけど、なんか一番貢献してて、マイク・ケネディとかには似た感じかなと思うけどね、うん、まあでも功績がやっぱエイドン・ブルーはすごいんで、そう、ね、マイク・ケネディより全然格というかその認知度はやっぱ高いんだけど、うん、まあそれこそデイビッド・ボーイが気に入る理由もよくわかるし、うん、まあ、トーキング・エッジとかクリムゾンとかのまああれもわかるなっていう、うん、まああのナインチ・ネイルズのねアルバムに参加したりとかあって、うん、ただライブで即興的なことやらせてほしいみたいなトレントレーザーに頼んだら、うん、全くやらせてくれなんかダメみたいな言われて、うん、こんなつまんねえ集団なんかこいつらみたいな感じで、まあ、やめたって話あるけどへえ、ツアーには出なかった、そんな喧嘩売るみたいな感じだったの、あ、なんかもっとなんか応用聞かせていろんなことやらせてくれんのかなと思ったら、トレントが、うん、そんなことなかったっぽくて、うん、なんかきっちりやってほしかったっぽくて、うんうん、そこはちょっと、まあ、そういう音楽だよね、まあね、うん、まあでもそこはちょっと合わなかったらしくて、うん、まあ、結局アーティスティックだよね、本当にね、そういうとこもね、だからそこは結構そのなんかジェフ・ベックとか即興性を重んじてるっていうか、そういうとこはあるのか、ジェフ・ベック的なあるのは、ね、結構あるんじゃない、あとエイドリアン・ブルーのそのなんかやってみました感あるじゃん、ライブで、うんうん、こんなんどうでしょうみたいな、うん、こんなん出ましたけど、うんうん、あれさ毎回思うんだけどさ、あの失敗した時にさ、うん、キング・クリムゾンの時とかもロバート・フリップの顔見るじゃん、
お互いニヤニヤしてるの、うん、超面白いね。変態やっちゃいましたっていうさ、変態ちょっとずれましたとかさ、うん、あ毎回面白いね。でロバートフリップは別にいいよみたいな感じ、うん、だけどあれさ地味編以来だなってちょっと思ってて、うん、あんななんかちょっとやってみましたけどみたいなさ普通許されないじゃん、うんうん、地味編のあとほんとマジで有名な人で言ったらこの人ぐらいじゃないかなと思って。まあそうね、地味より性格だと思うけどね。あー、まあ、いやまあそうなんだけど、まあでもなんかほんとソロとかも決まってないじゃん。なんかね、ある程度そうね、分かる分かる、あの怖さがないんだよね、地味もそうだけど。そう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 、なんかどうにかなるだろうみたいな、うん、あなんかあのチャーリー・パーカーの名言で、うん、あのなんか演奏ミスったらどうするんですかみたいな質問で、うん、いや次の音で合ってりゃいいんだよみたいな、うんうん、そういう感覚だなっていう、そう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 、感じというか、まあ、最終的に合ってりゃいいだろうっていう、うん、いう感じ。この陽気な感じがすごいいいんだよね。だけどやってる音楽怖いみたいな。そうなんだよ。でキングクリムゾンのイメージってずっとそうじゃなかったんだけど、うん、エイデン・ブルーが入った瞬間になんか明るくなるじゃんパッと、うん、でもあれって実はロバート・フリップってそっちの人間なんだなって気づかせてくれたんだよね。実は陽気っていう、そうだって普通にちょっと陰気な人というか静かめの人だったらブロンディなら参加しないと思うんだよ、うん、だからポップスが本当に好きなんだなっていう、うん、あのロバートはていうかあれじゃない、新しい方向に行きたかったんじゃない、うん、やっぱ凝り固まった暗い感じじゃなくて、それをなんかちょっと開拓してくれたっていうか、うん、ロバート・フリップの本当の意味での部分っていうのを垣間見せてくれたっていうのが結構俺は印象的にあって、うん、なんかそれは結構嬉しかったな、なんかやっぱすごい人だなと思うっていう、うん、まあまあ厳しいとこは厳しかったっぽいけどねロバート・フリップ、でもやっぱ、まあまあ、そういうなんかなんつってんの、まあ変な、ね、一番ねロバート・フリップがね全裸レスポール、俺はあっちゃったような階段の全裸レスポール、うん、だからああいう人なんだから、ひどかった、あれでファンクラブ入ってくれっつってんだから、うん、それ入るだろって、まさか YouTube のそういう動画がね、うん、ファンクラブの宣伝の動画だと思わなかった、変な、なんかよう、なんかちょっとなんか生かした女みたいな顔してこうって弾いてるっていうのがなんかもうほんと気持ち悪くて、うん、よかったね、うん、あれが後期クリムゾンだよね、うん、あれ自体がね、うん、もう申し訳ないけど SP 負けちゃいましたね、はい、あやっぱまあそりゃね、うん、あフリップ 100% だからね、フリップ 100% でしょ、うん、勝てないっていうところ、うん、やっぱはい、ということで、はい、こんな感じですかね、はい、良かったですね、まあとにかく僕はエイドンビル結構ソロ聴いたりしてるんでぜひ聴いてほしいなって、はい、ですか、ね、意外とソロいいんでね、うん、という感じですね。じゃあ今夜寝る前はそうですね、エイドリアン・ブリューのブラックキャットだっけ、曲あるじゃん、ある、ね、なんとかキャット、 あれ結構好きなのミュージックビデオあるから、あるんで、はい、それ聞いていただいて、はい、ビートを来日に備えましょうってことで、おやすみなさい、おやすみなさい、やんないけどね。